腹減った。君のこと以外は何も考えられない。ああ腹減った。早く晩飯。いただきます。いただきます。いただきます。今日は夜が長いからね。明日、明後日のために今日は夜更かしして全力予想かましたいと思います。本命来て対抗来ないとか、対抗来て本命来ないとか、ちょっとそれを避けるためにいろいろ今週は対策を練って、普段あんま買わないような買い方もね、まあ、できたらいいなと思っております。ちょっといろいろ変化をつけて今週は勝負したいと思います。今週こそ勝ってみせます。よっしゃさあ、ルメール待機フォース、まずまずサドットスタート、副賞転がし、目指せ100万円、1万円から49回転がし100万円。こんなとこでは負けてられませんよ。4番手いいですね。こんな1コロ目ごときで終わってられませんからね。はい、待機フォースルメール先生お願いします。前は1番バクシン先頭でリードは4分の3ぐらい、4コーナー手前。さあルメール来い。4番ジャガード、さあ後続さあ手応え良い。ああ手応え良カーブ直線の攻防です。手応え良リードは1馬身、手応え良フランクは10番待機フォース、手応えお前大規模数多い、さらには手応え。外からは7番ロードアラビアン接近する、その後ろに6番ジョイウィンです。先頭は1番バクシンと10番タイフォース、競り合った外から7番ロードアラビアン、今度は先頭に、おいおいおい先頭に変わった、ピンク来てるよ。ロードアラビアン先頭、2番手盛り返す、1かわせば番タイフォース、大丈夫だと思う。のバルミゼット、オッケー、1かわした。先頭は接戦か、先頭は7番のロードアラビアン、ここ2着は最後の16番バルミゼット、3着はものすごい余裕ぶっこいてたら1番俺でいいの、意外と危なかった。1番のバクシンです、全然勝つと思ったのに、まあ、とりあえず1コロ目突破、 1.4 はつくでしょう。しゃニコロースタートしました。6番オープンハイヤー攻防になります。さあ第2カーナーに向かっていきますが、まずは1番シャンドレール、1番シャンドレールじわっと出ていきますが、2番チャンサローです。前2頭並んでいって、第2コーナーのカーブ向こう上面に出て少し差がつきましたが、1番シャンドレールが2番手、こんなところ勝ち上がってくれ。4コーナーカーブ3番手、7番マリオコーナーです。4コーナーをカーブして直線の攻防、4番手は8番ゴールドハインド、もうダメだもんこれ、もうダメな、確率めっちゃ高い。メーター坂を上がっていきます。オープンファイヤールメール、先頭2番チャンスアローです。オープンファイヤー、キープ、追って1番シャンドレールが2番手、あとは4馬身後方3番手は7番マイネル10年、その後ろに内に潜り込んで6番オープンファイヤー、200を切って8番オープンファイヤー、追い上げを図っている。先頭2番チャンスアローです。また突き放して3馬身リード、チャンスは1番シャンドレール、頑張った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 、えらいえらいえらい、2着は1番の1番残したか、内は6番のオープンファイヤー、さらには8番のゴールデンファインドです。危ない、なんとか1点1番得ることができた。日が終わります。3コロ目ダノンブレッド内パク、スタートしました。ちょっとつまずく加減は1番のリーベル、立て直して現在は中段から後方になっています。今日の東京は差し届くよ。6番ペッチドナイルをしていきますが、5番のショーマンアーチー、さらには10番のファーキング、9番のトモジアリア、先段4番固まって1コーナーカード、
大丈夫そんな言ってみんな5番の湘南アーチめちゃくちゃいいチームじゃないダノンブレッドこれ3コーナーから4コーナーダノンブレッド内パク7番デルマーダノンブレッド次は2番のラボラーレ1番リーブルがいってちょっと怪しいちょっと怪しいよこれ600を切って4コーナーカーブダノンブレッド作戦の攻防に入ります内パク伸びてこいダノンブレッド怪しいダノンブレッドお願い頑張れ残り 400m 頑張れダノンブレッド頑張れ出した6番ダノンブレッド今度は伸びてはいるけど湘南アーチ2番手になダノンブレッド2馬身離れて9番トムジャリーいやいけそうだけど3着がいてるいや終えてない全然下がっている馬群の中は4番全然終えてないダノンブレッドペプチドナイル2馬身の内パク5番湘南アーチ3番手は11番シダ2番手を伺っているしかし受けた6番のペプチドナイル先頭で勝利2着は5番の湘南アーチ3着は11番のシダーの順番です詰まってなかった、まあ、どっちにしろ来てねえか副賞むずゲートの中タイムトゥーヘブン福永スタートしましたじゃあタイムトゥーヘブン福永まずは7番させよさせよタイムトゥーヘブン頑張ってくれ追って8番青いクレアトールが2番手青いクレアトール3番ロルカソルカ3番手4番手は12番ラウダシオンですその後ろに6番ダイワキャグナーダウノンスコーピオンいいね14番ダノンスコーピオン中盤前バグン、まあ、ダノンスコーピオン川だ8番青いクレアトール先頭に変わってセレボスくんなよ600をこれから迎えます4コーナー手前2番手は7番のアルサトワになってダノン4コーナーをカーブ直線に向かいます3番手は3番ノルカソルカさらには6番ダイワキャグナー手応えは良さそうダノンダノン手応えはいいよラウダシオンソウルラッシュの方が手応えいいかこれ坂を上がってくる内からは4番ソウルラッシュの方が手応えいいんじゃないかこれダノンスコーピオン13番ソウルラッシュが追い込んでくるがダノン広がった6頭ずらっと広がってダノン14番ダノンスコーピオンか外は13番ダノンかってもガチガチだもんこれ10番セルフォス3番手から前の2頭を追っている外は15番カセー外れるしさあ前は3頭広がったが10番セルフォス3頭広がったソウルラッシュダノンスコーピオンセルフォスだゴール内は13番のソウルダッシュ14番ダノンスコーピオン3着勝た菊花賞頑張りましょうウィンワンスタートしました38ここを突破するために俺は生まれてきたと言っても過言ではないラーグルフトサキダノンアレが今2番ミスミルドレッドじゃないカーディナルがミスフィガロ三番ラーグルフです2コーナーをカーブしていきますここを突破するミルドレッドウィンワンだけは絶対に突破後方はカーディナルその嫌な展開三馬身嫌な展開いやちょっとこれすごく嫌な展開だなこれカーディナル内4番のダノン大丈夫かこれシンボですあとは三馬身すごい嫌な展開三番のラーグル嫌すぎるこれ第4コーナー一番嫌だこの感じ先頭に向かいました先頭逃げてる1番嫌だこれババの3度目の戦闘です残り4ちょっとこれカーディナル絶好じゃないこれ絶好の位置じゃないカーディナル差を詰めてきました止まれラーグルフラーグルフ今ここ突破するために生まれてきた今度が4番手追い込んでくる2番のウィンワン戦闘は変わった5番カーディナルラーグルフが来てる追い込んできた3番ラーグルフが来てるラーグルフが並んでラーグルフが入った勢いです3番手は内から2番のピュアボンドここ突破するために生まれてきたラーグルフ一番いい5番カーディナルが2番ここ突破するために生まれてきた3番手は内2番ピュアブレンド一番いい一番いいよしウィンズ
スタートしました。一番シャイニング富士タイミング合いません。ここも勝っていいからね。まず先行争い、これはコスモエスパーダ、外は10番サトノラムセス、内2番ゾンニッキ、3番クロスマジェスティと出て、内の3番クロスマジェスティが先頭に勝ちそうです。外回りコースに出ます。10番サトノラムセス控えて2番手、3番コーナー先頭は3番のクロスマジェスティです。リードは4分の3ぐらい。2番手10番サトノラムセス、3番手7番連勝星合いで600を切りました。非常にいい。あとはどっちかが突き抜けるだけ。内2番ゾンニッキ、角度のワイドが4番コスタボニータ追い上げて、どっちでもいいよ。直線コースへと入ってきました。横一線わずかにクロスマジェスティ、サトノラムセス並んでいる。3番手から追い出した名称星合い、角度の間は2番のゾンニッキ、外からはフラーズダルムが追い上げてくる。ゾンニッキの直後に4番のコスタボニータです。フラーズダルム速い。坂を登る内側にとるゾンニッキが抜けてくる。外は8番のフラーズダルムが並んで、フラーズダルムが先頭に変わった。ゾンニッキ2番手、3番手は7番の名称星合い、8番フラーズダルムが差し切って5位、2着2番ゾンニッキ、3着は7番の名称星合いです。すまんねウィンファイブマジで。なんなん早終わんの、早えわ。菊花賞ゲートイン完了。よっしゃ行こう。アスクビクターモア。しました。あ、ベロナシチ。オスタートは10番のセイヨハです。やや気合をつけて。セイヨハですが逃げます。リード3、4馬身広げました。1周目3コーナー。2番手アスクビクターモア。14番アスクビクターモア2番手につけて、6番ディナースタが3番手。13番ディナースタ4番手です。1周目3コーナー。その後まくらないじゃん。17番ジャスティンパレス、ってことはアスクビクターモアの2番手めちゃめちゃいいじゃんこれ。そしてセイユンハーデスの逃げのやや後ろ、やば。2番シェルビーズアイ内、外が11番のドゥラドーです。残り 1000m を切って3コーナーに再び向かいます。さあさあ面白くなってきた。7番アスクワイルドモア、5番ヤマリンゼスト3コーナー。さあ面白くなってきたよ。12番のベローナシチーも上がっていこうとして、内は9番のショノスペランザ、最高の8番のマイネルトルファンです。アスクビクターモア勝負どころ 3,4 コーナー中間。10番声優ハーデス前線と2番手から14番アスクビクターモア、積極的だねアスクビクターモア。もうトライにかかる。3番手は3番手、早くも先頭だったアスクビクターモア。内からガイアフォース現在5番手、ボルドグフッシュ。いらない4番のボルドグフッシュ、ボルドグフッシュなんでそんな前にいんの。アスクビクターモア、ボルドグフッシュいらない。向かってきました。ボルドグフッシュいらない。アスクビクターモア来てるけど、2番手どっちも勝ってない。どっちも2番手勝ってない。おい、どっちも勝ってない。どっちも勝ってない。アスクビクターモア、内ら強い先頭。外から4番ボルドグフッシュ並んで17番のチャンピオンですが、全て100を切った。14番アスクビクターモア、4番ボルドグフーシュ、アスクビクターモア、ボルドグフーシュ、残したの全く並んだ。3着は17番のジャスティンパレス。おもんねー、あったんねーなー。どっちも勝ってねえもん、ボルドグフーシュもジャスティンパレスも。アスクビクターモア、おめでとう。後ろに行くような馬はきついと思ったんでね、まあ今回は後ろに行く馬たちは切ったんですが、結果的に逃げるかな、もしかしたら逃げる可能性はあるなと思ってたセインハーデスがね、ちょっと逃げてくれて、うわこれセインハーデス逃げる予想で勝って、いやこれマジで全部予想通りに行くぞと思ったら、ちょっとペースが早すぎましたね。おかげさまでボルドグフーシュが届いちゃうっていう、何が逃げるかわからない、ペースが遅くなりそうと思ったら、やっぱそういうのの裏書いてね、ペースが速くなったり、いやペースが速くなりそう、逃げ馬が多いねみたいになったら、こうペース落ち着いたり、展開考える時間無駄かなこれただまあアスクビクターモアはマジで強かったですね。有馬記念も当然買いですね。これは次の土曜日東京競馬場行きまーす。ぜひぜひ、東京競馬場行く人声かけてください。で、ね、日曜日はね天皇賞あるんですけど、この日はちょっと結婚式
友達の結婚式があるので前日ぐらいには多分買っとこうかなと思うので、まあ、早めにもう金土ぐらいには予想を決めたいなと思っております。でそれでは菊花賞外れた皆さん、僕も仲間です。僕も外れました。でもいいんです、天皇賞で当てればいいんです。天皇賞当てていきましょう皆さん。それでは本日もご視聴ありがとうございました。